はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。やむなし様、大谷様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたくいただいて、政治活動を資金させていただきたいと思います。2月12日は晴れるようです。まだわかりませんけれども、長期予報では晴れるみたいであります。 NHK スクランブルデモ in 渋谷にご参集ください。詳細は動画下のもっと見るをクリックして、集合場所やらその辺の情報をご覧ください。よろしくお願いいたします。ゆうべのコラボ情報更新。コラボバスカフェ出動回数は2019年は33回、2020年も33回、2021年34回。ひまそらさん、と若年被害女性支援事業の定めるアウトリーチ支援の週1回程度の声掛け活動をやってねえじゃん。52回やんなくちゃダメなんじゃねえの。と、抗議というか、コラボ弁護団、バスカフェ出動だけを夜間見回りとするのが間違ってる。週に5回程度、繁華街に相談所を設置し、相談を受けているので、条件は満たしている。と反論。OPP さんって方の見解なんですけれども、相談所での相談は、夜間見回り活動と認められていない。こういう声掛けと相談をそれぞれ週1回以上とあり、声掛けまたは相談ではない、声掛けと相談を1回。なのでこんな言い訳は会計検査院には通じないんじゃないか、認めないんじゃないか。週1回以上の声掛けと相談受けは事業者選定の根拠であり、コラボには履行義務がある、イコールコラボにはバスカフェを週1回以上出動させる義務がある。つまり年52回以上ですね。なるほどなるほど。つまり弁護団の言ってることは嘘でごまかしでへりくつで、そういえば厚労省の定めるですね、女性相談員制度、女性相談員制度で公金中々するんですけれども、週1回程度の声掛けと、これ夜間見回りですね、相談受け、をやりなさい。で年収354万円です。差し詰めですね、女性相談員っていうのは個人のコラボ、個人コラボというとこでしょうか。コラボがやってる活動を個人でやると女性相談員になって、354万円もらえる。とにかくコラボがですね、都の事業を条件の6割程度しか達成していないと判明。しかも報告書に書いたんだから堂々と、33回って報告してんだからね。問題になったのはですね、支援事業をちゃんとやってんのか、それを裏付ける領収書や合理的な帳簿に乏しいっていうのが今までの問題になってましたけれども、報告自体を33回やりました、えっへんっつって、本当は52回やんなくちゃいけないのに、これも驚きだな、面の皮厚いな、これズブズブで検査も監督も監査もなしでスルーで金出してたから、油断してたんでしょうかね。塗装屋さんがですね、役所の壁のペンキ塗り請け負ってですね、6割ぐらいしか塗ってないのに満額もらうようなもんで、おかしいですよねこれ。小池都知事がですね、未だにだんまり決め込んでることから、小池都政っていうか小池体制がグルであることは明白なんですけどね。弁護団もね、素人に完全論破されてバカ丸出しだな、ヘリクスもいい加減にしろよてめえろ、名誉毀損でですね、私を訴えてもいいですよ。弁護団はバカって言ってんだから、バカをバカっつって何が悪いんだって反論しますからね。産経新聞、国会でコラボ問題を提起した維新を共産党が女性支援への攻撃と激しい言葉を使ってめちゃくちゃ叩くのはなんで？あんたら一貫して税金の無駄遣いにはうるさかったんじゃなかったの？と皮肉の論説載せておりました。ネットの話、コラボの黒幕だからじゃね、うん知ってるくせにいけず、パヨのダブスタは異常、裏でつながってるのは確実、それはやましいことがあるからだよ。いまだに産経以外報じないのが問題、そりゃ一心同体だからでしょ、共産党の資金源だから。
記者が男だからという理由でですね、取材も拒否する、外国メディアの取材も拒否するコラボが山添拓だけをやすやすとカフェバス内部に入れることから、まあ、あのコラボと共産党はズブズブべったりっていうのは明白ですよ。代表のあのニート無能さんって人も比例は共産党って堂々と呼びかけて、ましたから、もしかしてあの共産党がジェンダーうるせえなんですね。かなり重要な資金源だからかな。黄金族は都のコラボやボンドだけじゃなく全国に いそうですもんね。2月末のあの再監査がいよいよ楽しみになってきましたね。共産党のありの一穴になるかもしれません。強い願望、これは強い願望なんですけれども、まあ今でもあの共産党は穴だらけっちゃ穴だらけなんですけどもね。情報ありました。2月5日14時、埼玉県川口駅東口で党ぐるみ選挙違反する共産党、これはあの内裏たすきを使っちゃいけないっつってんのに堂々と使ってますね。で、小池晃党ナンバー3の小池晃も来てんだから、党ぐるみの選挙違反は明白であります。後ろのあの黒服、苦虫噛みつぶしたような顔してる、黒服は SP でしょうか。警察じゃないや、法務省がつけたガードですかね。ほら、安倍さんがあんなことになって、後ろいなくちゃ、後ろ塞いでなくちゃいけないみたいなね。こんな連中も守んなくてもいいのになーって、思うんですけれども、さすが公安監視対象の潜在的犯罪者集団、犯罪組織。潜在的な犯罪組織ってみなされてるから、公安監視対象なんですよ。革命って、犯罪だもんね。細かい法律などは気にしません。この場合細かい法律というのは、公職選挙法ですね。ツイッターでですね、独裁政党がトレンドになってたんで、何のことって思ったら、共産党のことでした。共産党職員一筋49年の、松竹さん、68歳。19歳から共産党職員なのか、ゴリゴリの赤ですね。が、新日本共産党宣言を出版。志位和夫代表は、22年、やってんだけど、それは世間の常識からかけ離れてると、批判し除名処分になりました。藤田健赤旗編集局次長、まずは党内で意見を述べるべきなのに、いきなり党外からの攻撃は党の問題は党内部で解決するという規約違反、まあ、出版という外部からの攻撃は、党の問題は党で解決する、まあそれしかねえべね、規約にあるっちゅうんですけど、それ違反だって言うんです。法律は平気で破るのにね、党の規約は大事なんだな、こいつのな。選挙違反どころか、過去には殺人事件も起こしてますもんね。ネットの反応です。さすが独裁政党。昭和なら総括されていた。これが本当の独裁だぞ。中国共産党と何も変わらん。さすが共産主義。全然民主的じゃない。一つの党、一つの思想、一人の指導者、手厚か。これですね、かつてあった、ドイツ社会主義労働者党のスローガン。です。記録映画なんかにも、言っております。まあ、いろんなとこから、人が来て、私は何々から、私は何々からって、しばらく続いて、一つの党、一つの思想、一人の指導者って、なるんですけれどもね。マジで中国と変わらん。これで自民独裁って言ってるバカの集まり。世間には、自由だの、官能だの、寛容だの、多様性言うのにね、寛容っていうのはリベラル。ことですね。異論は聞かない多様性、異論は聞かないという多様性の一種ってことかな。難しいですね、日本語ね。共産主義は独裁以外の統治が不可能なんですね、実は。かなえの慶長を問うっていう言葉はありますけれども、まあね、実力を疑うであるとか、実力を伺い見るとか、そういう意味なんですけれども、かなえっていうのは中国の古代の王が肉を配分するときに使う入れ物です。肉以外も食物全般かな。でね、それがでかければでかいほど、その国家が、強力だっていう、証になったみたいな。皆が平等に配給されるパラダイス、イコールですね。何者かが、有無を言わさず、獲物の分配を差配しないと、
成立しません、これ。これをみんなの意見でやってんのが民主主義で、共産主義者はですね、平等でないって批判すけどね。大体ですね、みんなに平等に分配するために、生命、財産、家族も労働力としてよこせ、全部よこせ。嫌だというものを許しておけば、成立しないっていう共産主義は、強大な権力が必要です。有無を言わさず断行するもんで、独裁しかありえない。独裁でしか成立しない。今まで過去に誕生した共産主義国家は全部独裁。ルーマニアだの、東ドイツだの、これを豊島区議会で言ったらですね、懲罰かけられましたけどね。そういえば、参院議長からの招状を受け取って、7日以内に登院しそうもない、ガーシーの懲罰委員会送り決定はいつ頃すかね。いかに遠いドバイといえども、今は1日2日で届くそうなんで、海外郵便、10日ぐらいなのかな。ガーシー懲罰委員会送り決定、報道されるんだね。松川るい自民外交部会長代理、テレビ番組で、徴用工問題を解決すること自体は日本の国益だと言ってしまい、問題自体が捏造で、もう日韓基本条約で解決済みだし、応募してきて、で自分の足で歩いて職場に行ってタバコも酒ももらえた労働者がなんで奴隷なのよとツッコミ殺到しておりました。ネットの反応です。問題なんか最初からないのに何言ってんだよ。残念な人だな。解決済みだろ。政治家のくせに何も知らん。相手にしないのが最善。半世紀も前に解決済みだろ。解決済みなんだから放置でええよ。次のネタが翌日には出てくるから解決自体に何の意味もない。政権が変わればまた騒ぎ出すので解決は無駄。政権が変われば前の約束を全部ひっくり返す列島国はもう相手にするな。元外務省なだけあって余計なことばかり言う無能。こういう無知が与党とかやばい。最終的不可逆的とは一体何だったのかと。いい人に思われたい、なんかかっこいいこと言ったろって考えついたのがこれなんでしょうね。無知をさらけ出して大恥かいて気の毒。松川るい51歳、2016年まで外務省に勤務しておりました。安保法制今のままで良い。良くないだろ。良くないだろ。安保法制今のままで良くないだろ。何言ってんだって話なんですけど、何が良くないって、これやっちゃダメ、あれやっちゃダメって、ネガティブリストが多すぎんだよ、自衛隊にさ。それを他の国、世界標準のこれ以外はやっていいっていうものに変えないと、自衛隊さん、実力発揮できません、今のままでは。北朝鮮への圧力強化、どちらでもない。夫婦別姓導入、どちらでもない。同性婚導入、どちらでもない。あらら、おかしいぞ。女性議員定数制、賛成。これね、30% は必ず女性議員にすっかっていうとんでもない、アイディアでして、やりたい人が、立候補者とか実力無関係で、なんでかんで女性議員3割にしっかっていう、そういうやつね。つまりですね、結果平等の、悪平等の塊みたいな女性議員定数制、賛成なんだって。靖国参拝、どちらでもない。ふざけてんなこいつ。2016年トランプ VS ヒラリーはヒラリー支持。ところどころ薄っぺらい、なんか女性を武器にしてるとこが透けて見えますね。ヒラリーのことだって女性だからってことで支持したんでしょ。外務省出身だから安直にね、外交部会代表代理なんだ。外交一番やらしちゃいけないのが外務省に染まってる人間では。外務省にいたのに半世紀も前に解決済みで、仮にね、再び解決したとしても政権が変わればまたぐじぐじ言い出すことを知らないのかな、外務省のくせにな。これだからね、外務省の人間に切った張ったの外交やらせちゃダメなんですよ。所詮公務員だから切った張ったのやり駆け引きとかできるわけねえんだよ。仕事全くできない無能だが、仕事をしているふりしたい、いい人ぶりたい泉健太。岸田総理、もう本当に同性婚も夫婦別姓も法制度を整え、多様性を認め合う日本にしましょう。ついたコメント、LGBT 当事者ですが、
本当に迷惑です。やめていただけませんか。あなた方の活動に賛成している当事者なんてほんの少数です。助けるふりしてパフォーマンスで私たちを使うのをやめてください。当事者にもバッサリ、未だに偽装結婚持ちかけてくる外国人の話聞くけど、そっちはどうすんの。選挙に勝てば好きなようにやれるよ。同性婚と夫婦別姓イコール多様性って意味がわからない。なんでそうなのか。それよりもっと早急にやらないといけないことあるんじゃないんですか。当のあの LGBT 関係者にバッサリされてて、大笑いです。泉健太バカだからしょうがないんですけど、これもジェンダー同様ですね。コラボみたいな高金属を大量に作るための運動なんですかね。同性婚やら夫婦別姓やら、まあ背乗り背乗りしやすくなる、あとね、あの永住権たやすく手に入るようになっちゃう、結果国内スパイ激増なんてことも考えられますけれども、まあ戸籍乱れますよ。見張ってないとね、この同性婚と夫婦別姓はね、もう絶対反対ですから。まあ幸いね、同性婚は憲法改正しないと無理みたいなんで、憲法改正してでもやりたいのか、聞いたら黙ります。一応同性婚の方はね、夫婦別姓の方は別ですけども、でも黙り込んでもですね、しばらくするとですね、再起動してまた同じことを言い出すんで、その度にですね、黙らしてですね、まあバカは一生治らないとか、バカにつける薬はないって、聞きますけれども、というわけで5月12日 NHK スクランブルでもよろしくご参集ください。あとメール投稿さんも大募集しております。毎日届く読むだけで頭が良くなるメールをご購読くださり、日本改革党を支援してください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。